どうもの中の人ですちょっと前の動画でね勉強机けがすんごい臭くなったっていう動画を出したんだけど新しい机けをね買いました<の>でその臭い勉強机けからいろんなものが出てきましたこの色ペンとかね。 ファブリーズまで出てきた学生時代使っていた筆箱これはもういらないから捨てるしかないですねあとジャンプ系の漫画買ってきた時についてきたワンピースのグッズですね黒歴史アイテムもありつつディズニーのグッズでこの鉛筆もね机の中に1本だけ入っておりましたそして出ましたマイク1日ね56時間ぐらい配信やっていた時代があったんだけどそん時にマイクを買って たんだけどスマホ用のマイクじゃなかったのか全く意味がなかったっていうねそしてさらにはこのプラスチックのキラキラのやつとスーパーボールめちゃくちゃ邪魔、まあ、ゲームセンターとかお祭りで手に入れたんだろうけどずーっと机の中に眠っていたんだねこれどうすりゃいいのどこにすればいいんだろう親戚の子たちもねもうこういうので遊ぶ年頃じゃないからねどっかで捨てたい断捨離できる人間にならないといけないそして皆さんお宝をおそらく発見しました 旧5 0円玉なのかな普通の50円玉よりめちゃくちゃでかいんですよ昭和の50円玉がめちゃくちゃあるんだよねあとこの5円玉もなぜか2,3枚あるっていうねこれちょっとお宝ですか普通の5円玉なのかちょっと違う気がする 価値があるのかもしれないさらに100円玉昔のだよね出てきましたこれレプリカおもちゃじゃないよね本物だよね100円玉だからね最低100円玉の価値はあるんでしょうけどもしかしたらレア100円かもしれない検索して調べようかと思ったんだけどまずはちょっと動画にしてみて詳しい人がいればね是非ちょっとコメント欄の方にそれめっちゃレアだよっていうねコメントしてもらえればと思いますあとこの昭和28年の10円玉これだけなぜかティッシュにくるまれていましたね なんで <laughs> 動画アップロードした日はねちょっと画質荒くて見えづらいかもしんないんだけど次の日とかによくなってると思うのでまあ何か分かる方いたらぜひコメント欄の方にお願いしますお宝で会ってくれ